8月6日に行われた女子ワールドカップのラウンド16でアメリカとスウェーデンが激突。スコアレスのまま突入した PK 戦の末に54で後者が勝利し、前者の3連覇の夢を打ち砕いた。画像、ミトマの1ミリと黒字簡単譜。アメリカの命運を分けた PK の真紙画像。反響を呼んでいるのが PK 戦のラストシーンだ。決めれば勝利という状況で、 スウェーデンの7ナナトメリナ・フルティグのキックを GK アリッサ・ネアーがセーブしたかに思われたが空中に浮いたボールがゴールの中へ守護神が必死に書き出したもののボールラインテクノロジーの結果成功と認められて勝負が決まったこの試合を中継したアメリカのフォックススポーツが公式 XQTwitter で真上から撮影したゴールラインテクノロジーの映像を公開するとファンもヒートアップ 入っている、いや、入ってない、という双方の立場から次のような声が上がった。ゴールは決まってないだろ。明らかに線を越えているわけじゃない。いやいや、よく見てくれ。ボールだろ。うわぁ、めちゃギリギリだ。これは残酷だ。マイクロメートル単位で入ってるな。なんという結末だ。まさに、ミトマの1ミリを彷彿させる際どい判定だった。